だから差別撤廃とやるのではなくって、共に生きていきましょうという、あの小杉さんがよく言ってるイエスの方向ですね、うん、ノーっていう方向ではなくてイエス、はいという方向で今後も進んでいこうと思っています。まあ、よければあのぜひ、今年は5月の18日が予定になっておりますので、まあ、私もわざわざピンクを着てきたのはそうか、彼なんかもそうですけど、今年はテーマがピンクなので、仮装されない方はピンクの T シャツとかそういうものを着てきてください。で、なぜピンクにしたかというと、このレインボーフラッグには実はあのちょっと隠れてますけど、色にはいろんなテーマがあるんですね。で、抜けてしまって現行のこの6色ではないピンクをなぜ選んだかというと、ピンクがちょうどセクシャリティの色という、ちょっと悲しい歴史がありますけど、あのナチスであの迫害されたユダヤ人とは別に同性愛者もかなり迫害されましたね。その時に胸につけさせられたのがピンクトライアングルという、ピンク色をした三角形を胸に、ユダヤ人は黄色 の, あのフラあ、ね、ダビデの星、ダビデの星でしたね。三角を2つ合わされたと思うんですけど、同性愛者はピンクの星だったわけで、あ、星じゃない、あの三角形、トライアングル、ピンクトライアングルだったわけなんですけど、そこから来てるあのセクシャリティの象徴として、考案されているそのピンクの色を今回は打ち出していこうということで、で去年はなんか面白くオズの魔法使いっていうテーマでしたが、今年はピンクという限定だけで、そこから自由に、例えばピンクって何って言われてピンクレディーを思い出すとか言うかもしれないし、ピンクパンサーかもしれないし、あの自由にそういうのが発想できて、よりあの楽しくお祭りができるんではないかなと。まあ、私が一番最初にイメージしたのがピンクナルシスっていうあのゲイのカルトムービー、ピエール&ジルだとかはご存知ですかね、画家のちょっとファンタジーの世界なんですけれども、それに影響を与えたって言われてるあの70年代の古い映画なんですけれども、そこに出てくる男の子がすごいかっこいいんですよ、うん、そのまあテーマだけじゃないんですけど、それはまあ個人的なイメージであれなんですけど、なんかそういうイメージを膨らませていただいて、より楽しくあの参加できればいいかなと思っています。でブラスバンドも現在募集しておりますし、ぜひあの皆さんご期待がありましたら、この5月の18日、市からの許可が下りるのが3月の20日前後になりますので、それ以降の発表になると思いますが、あのお時間できて、あの一緒にパレード歩かなくても沿道で応援していただいても結構ですし、その後あの昨年も行いましたが、あのイベントを行います。でちょうどその5月の18日っていうのが前日 の, あの5月の17日がアイダホの日、はい、ですので今年のアイダホ神戸は、あのアイダホが何かを、はい、それとアイダホの説明をさせていただけますか。はい、アイダホというのは、略語でして、インターナショナルデイアゲンストホモフォビアという、実は1990年の5月17日が WHO 世界保健機関で、同性愛が、ICD10というあの障害疾病分類、つまりその疾病の分類から外れた日なんですね。でそれを記念して、世界各国が今そういう同性愛嫌悪について、考えようっていうのが5月17日で、例えば香港とかかなは5月17日にパレードをしたりとかしてるんですけども、で、まあ、日本でもね、あのそういう5月17日という日に何かできたらいいなっていうことで、3年前からかな、2年前からかな、ちょっと活動を、まあ、この日はそういうホモフォビア、同性愛嫌悪について考えよう、セクシャルマイノリティの人たちを気持ち悪いと思ったり変な人だと思ってしまう、その心の癖っていうのをちょっともう一回考えてみましょうかっていうような、日として、ちょっとキャンペーンをやり始めている、そして略してアイダホみたいなアメリカの州ではありませんみたいな、そうですね、はい、おついさんもその時の発起、一番最初の発起人、ね、日本での一番最初の発起人の一人で、あとはゲイニュースジャパンニュースさんと札幌レインボーパレードと東京プライドの4つが主体になって、おととしに始めました。で、はい、去年はあのそれが学生さんたちに広まって、そうですね、はい、東京だとか、はい、あの大阪だとかで学生さんを中心とした、うん、あの反ホモフォビアデーじゃないですけど、 それよりイエスという方向で、うん、あの同性愛にイエスです、トランスジェンダーにイエスですの日という形で、うん、あの自分たちが思ってる、まあ、このハンカチじゃないですけど思っている言葉を読み上げたりだとかっていうイベントがあったみたいです、うん、そうですね、で神戸ではあの主に、青少年に向けて、先ほどもお話がありましたけれども、あの
やっぱり、ね、気づいた時がちょうど思春期真っ只中で悩む子が多いので、うん、そういう差別をしないで、なおかつ教育だとかの問題でも取り上げてくれという形で署名運動をさせていただきました。まだご回答はいただいていないという状態にはなっているんですけれども、まあ、そういう地域の取り組みもしています。でぜひ5月18日はまた神戸にぜひいらしてください。サンテレビ生中継ですからね、皆さんもご存知だと思いますが、はいね、だからあれは、まあ、やっぱり勇気がいるといえば、ね、神戸の特に地元の人であればあるほど、まあ、サンテレビってね、時代劇と阪神戦しか見ないけれどもそんなこと言ったら怒られそうサンテレビの関係者と、ね、でもやっぱり、はい、テレビで生中継も大きいですよね、はい、であとは地域の活動で、まあ、私たちは自助グループというわけではないですが、当事者のグループですけれども、家族と友人の会というのがあります。ちょうど私たちがパレード始めようとした時に始めた、兵庫県と大阪府の方が中心にいて、始めたグループがあるんですけれども、そこからの協力を得てという形で、今こういうカミングアウトレターズという本が出ています。はい、ちょうどこの有名人じゃないですよね、書かれている方ほとんどが、うん、ごく一般の方から募ったというふうに書いてあったんですけれども、うん、その父親だとか母親と子供、あと教師と生徒という形で書簡でやり取りを、カミングアウトしましたとやり取りをしているっていう、とってもいい本です。もしカミングアウトだとかを考えているだとか、あと親とかにはどう接したらいいのかなというような活動で悩んでいる方にもおすすめですし、私たちがそういうの、まあ、私はオープンリーゲイなので、親だとかももう親戚一同全部知ってるんですけれども、仕事分まで知ってるぐらいですので、あれですけれども、とてもいいなんか内容なので、いろんな例が載ってるというか書簡がありまして、一般の方にもぜひ読んでいただき、当事者だけだとね、一般の方にもぜひ読んでいただきたい本なので、これは説明しておきます。